天ぷら、天ぷら、天ぷら、天ぷら天ぷらは、魚介類や野菜等の食材を小麦粉を主体とした、衣で包み、油で揚げて調理する日本料理である。江戸のシャミの一つであり、江戸料理、江戸、東京の郷土料理となっている。現代では、天ぷらは、日本国内外に広がっている。種、または、 職人が使用する不調としてのネタと呼ばれる食材を小麦粉と鶏卵で作った衣をつけてから天ぷら鍋などを使用して食用油で揚げる料理である。日本人にとっては馴染み深い料理であり、もともとは屋台で食べられた江戸庶民の大衆的な食べ物であった。現在でもスーパーマーケットなど小売店の総菜や立ち食いそば店の定番食べ物として親しまっている。 庶民的な料理である一方、天ぷら専門店においては、材料と調理に手間暇をかけた天ぷらを作る、歴史を参照。天ぷら専門店や、和食店などによる外食も盛んだが、家庭で、天ぷらが作られることも多く、一般的な家庭料理となっている。日本の代表的な料理に挙げられることも多く、高く評価する外国人もいる。当初の種としては、野菜、 さつまいも、レンコン、ついで、江戸前の芝居や魚が使用された。江戸前の魚介類は多く使用され、野菜を天ぷら種としたものもどちらも天ぷらと呼ぶことが一般的となってい。一方、野菜の天ぷらは単に揚げ物とも呼んだり、精進料理を元とする野菜の天ぷらは、精進揚げ、精進揚げ、精進揚げと呼ばれる場合もある。奈良時代、平安時代に、 中国から伝来したものは米粉などを衣にしたものであった。その後16世紀にポルトガルのカトリック宣教師が小麦粉を使った西洋式の揚げ物の調理法を日本に伝えた。天フラという名称で文献上に初めて登場するのは江戸時代前期の1669年、漢文9年間食堂期である。ただし素材に衣をつけて 油で揚げるという料理法はすでに精進料理やしっぽくりなどによって日本で確立されていたため、それらの揚げ物料理と天ぷらの混同によって古くから起源、語源に混同が見られる。こうした経緯もあり、今でも西日本では魚のすり身を素揚げしたもの、揚げかまぼこのじゃこ天やさつま揚げなどを指す地域が広い。江戸時代の料理書ではこれらの両方を 天ぷらと称していた。大室中期の1693年、元禄6年1月29日の項に、酒魚として、天ぷらについての記述があるが、どのような料理かは不明である。16世紀には、南蛮料理を外する、長崎天ぷらが誕生している。これは衣に砂糖、塩、酒を加えラードで揚げるもので、味の強い衣であるため何もつけずに食する。 ものであった。これが17世紀に関西に渡り野菜を中心とした種をラードに代わりごま油などの植物油で揚げる漬け揚げに発展する。そして江戸幕府海部とともに天ぷらは江戸に進出、日本橋の魚菓子で商われる魚介類をごま油で揚げるごま揚げとして庶民の間に浸透していったと言われている。当時の天ぷらは ごま油で揚げることで魚の生臭さを消し、同時に魚介類の保存期間、賞味期間を少しでも伸ばそうという狙いもあった。天ぷらの作り方を示した文献としては、一般に河川の組糸1748年、肝炎元年が初出であるとされるほか、里次郎製味集1746年、延強3年ともされる。また、 現代の天ぷらの料理法とほぼ同じものが詳細に、明記された文献としては1671年、漢文11年の料理献立賞などがある。この形が出来上がった江戸時代前期には、天ぷらは天ぷら屋と呼ぶ屋台において、揚げたての品を串に刺して立ち食いする江戸庶民の食べ物であった。東京国立博物館像の近代職人づくし絵言葉屋台の天ぷら屋には、 江戸のシャミと呼ぶ天ぷらの屋台が描かれており、蕎麦、寿司、天ぷらのほか、うなぎ屋などの屋台料理が盛んであった。江戸時代になってから、油の生産量が増え、江戸の屋台で始まった天ぷらのメニューは大衆に広がっていった。屋台ではなく、天ぷら店として店舗を構えるようになったのは、幕末近くであった。明治に入り、料亭や天ぷら専門店が広がるとともに、 大阪にも天ぷらが伝わることになる。大正時代の関東大震災において、食を失った職人が各地に移り、各地へ江戸前の天ぷらを広めることとなった。また、関西の職人が上京したことから野菜揚げに塩をつけて食べる習慣も東京に広がった。その後、屋台の天ぷらやは姿を消して、天ぷら専門の店舗が目立つようになった。また、 下町では一種の惣菜や、あるいは、子供、学生向けのおやつや軽食としての庶民向けの、天ぷら屋も損しており、小田作之助の小説、夫婦全在やその映画化作品にもこうした天ぷら屋が、登場している。明治大学政治経済学部教授で、文学者のマーク・ピーターセンは、イギリス人が美味しいものに鈍い成果と憶測を挟んだ、上で、天ぷら、が、 初めて英語として現れたのは1920年のことである説明している。食材は、下粉を打って、小麦粉をまぶしてから、衣液に浸し、深い鍋、天ぷら鍋を使用し、多量の厚い油、160摂氏180度程度で揚げることによって調理を行う。花を咲かせると揚げ終わった時に衣が広がって、食感を良くさせることであり。 この技法が使用されることがある。揚がった天ぷらは天ぷら鍋に取り付けた天ぷら網あるいは天台天ぷらバットなどに移して油を切る。中華鍋を代用する場合もある。一般的に衣液は鶏卵、冷水、小麦粉、薄力粉で作る。小麦粉は軽く数回さっくりと混ぜる程度にしてグルテン生成を抑える。グルテンは 天ぷらの揚げ上がりの食感を悪くするからである。グルテンにより衣に粘りが出てしまうことを足が出るという。グルテン生成の少ない製粉後しばらく期間を置いた小麦粉を使うこともある。一般的には水にないし3に対し卵1の割合で卵水を作り同量の粉を合わせるが、水中に対し卵1の割合の卵水に同量の粉を合わせた衣を使うと、 サクサクとした食感となる。寺院などで精進料理として出される場合や、地域によっては卵を使用しない例も見られる。一方、澱粉や米粉やベーキングパウダー、ふくらし粉などが加えられた天ぷら粉が業務用も家庭用も市販されている。天ぷらはかつては高い調理技術が求められ、家庭料理と料理人の作品には明らかに差が見て、 取れる、難しい料理と考えられてきたが、ミックスコの開発、普及により、素人でも気軽に作れる料理に変わりつつある。シソの葉、山芋、抹茶、道苗寺粉、ウニ、あられ、細かく切った春雨、蕎麦、そうめんなどを用いた変わり衣も用いられることがある。前述のように衣を散らせるように揚げることを、花を咲かせるなどと呼ぶ。揚げている。 通常の天ぷらに衣の素を箸などで散らすことで衣を増やす。一般的に技術を要するとされる。揚げ油は天ぷらの香りを決定づける重要な要素である。ごま油、または麺じいつゆを使用し独自に配合した揚げ油を使用する天ぷら店もある。ごま油を使用すると衣がこんがりと色がつく。黒天ぷら、サラダ油などを使用すると衣が白っぽい。 白天ぷらになる。他にも椿油、オリーブオイルや、黄金など様々な植物油を用いられる。屋台料理としての天ぷらは、高温のごま油で揚げた黒天ぷらが主流であったが、お座敷天ぷらは白く、さっくりと揚がる大白油、非焙線のごま油を用いられ差別化が図られた。江戸時代は、ごま油が高価であり、これが原因で、天ぷらが、 庶民の口に入りづらく、天ぷらは高級な料理であった。この後、安価な菜種油の使用により、天ぷらが庶民にまで普及が加速した経緯もある。第二次世界大戦後の沖縄県では、物資不足の時代、食用油の代わりに、機械油が用いられたこともあった、モービル天ぷら。現在では、食用油が安価に入手できるために、わざわざ機械油を食用に用いることはない。 また、日本本土でも揚げ油にひまし油が使用された例があり、風味は決して悪くないと主張する利用者も存在したものの、消化不良、体調を崩したり、あるいは下痢に陥ったものもあったとされる。植物や芸油などの動物由来の機械油なら食用の可能性はなくはないが、石油由来の鉱物油の場合人体への重大な悪影響が考えられ、さらにひまし油のように、 植物起源であっても確実に有害な油もあり利用に耐えうる食材とは言えない。食用油は空気に触れると酸化し変質する。油は数回の料理の後適度に交換する方が良い。使用後はなるべく空気に触れない状態で冷蔵庫で保存する。種7分に腕3分と言われ、種の素材と種への仕事が天ぷらの決め手とされている。 魚介類や各種野菜、根菜のほか、キノコ類、タケノコ、海苔などの海藻など多くの食材が、天ぷらの種とされる。ウド、タラの芽、ナスなどのアクのある野菜でも薄着塗にしたり、片面もにするなどして、摂氏100度以上の高温にさらすことで、えぐみや苦みが出にくくなる。ただし、色の変化を防ぐために全処理する場合があることと、高温にさらすことが、 すべての悪のある野菜に有効なわけではないことは重要である。江戸前天ぷらでは、新鮮な車エビ、アナゴ、ハゼ、キス、シラウオ、アオヤギ、ギンポなどを、主にごま油で揚げる。油で揚げている最中に、種の温度が上がり急上昇すると、共に水分や空気を遮断する油中にあるため、衣に閉じ込められた空気や水分、 水蒸気が衣を破ったり油を跳ねさせることがある。そのため、尾のついたエビを天ぷらとする際に、尾の先端を切り中に含まれる水分を抜くといった、下処理を行うこともある。また、仕上がりを美しくするために、種に隠し包丁を入れたり筋切りをすることがある。高温の調理で硬くなるもの、ハマグリイカなどは、薄く切ったり、切れ目を入れたり、あらかじめ軽く湯がくなどの下ごしらえによって、 衣も種も適度に上がるように仕事をすることもある。種の名に天を伏し、エビ天、ナス天などと呼ばれることもある。また、芝エビや小柱などの細かく切り刻んだ、あるいは元から細かい野菜類や魚介類を衣と混ぜ合わせて揚げたものは、かき揚げと呼ぶこともある。江戸時代の森さ万幸に蕎麦屋の天ぷらは芝エビだったと書かれており、かき揚げも 天ぷらと呼び、天ぷら屋のメニューである。青のりを入れた衣を使ったものや、板のりを種に巻いたもの、あるいは板のりに衣をつけて揚げたもの、衣を種の片面だけにつけることもあるは磯辺揚げ、磯辺揚げとも呼ぶ。種としてはアナゴ、キス、エビ、イカなどの魚介類、ナス、レンコン、カボチャなどが代表的であるが、これらに限定されず種々の魚介類や野菜に加えて、 季節の山菜やキノコなど様々な食材を用いる。ちくわなどの練り物を使う場合もある。一部地域では鶏肉を使った鶏天、鶏天、鶏天、かしわ天といったバリエーションもある。牛肉や豚肉を揚げた料理は肉天、豚天と呼ばれる。肉の場合、天とついていても、調味料で下味をつけたり、衣に片栗粉を使ったりする唐揚げに近い調理法もある。 皿の上に余分な油を数天使を敷いて盛り付けられることが多い。その際に乱雑に盛るのではなく、盛り付け方にも関わられることがある。式紙を半分に折る場合、紙を傾けて折られることがあるが、開始のマナーとして、紙の左下を上に持っていく折り方。上にかぶさる紙の元々底だった辺が、右肩下がりになるだと、周に反対に紙の右下を上に持っていく折り方。 動作方し下がりだと不周期の折り方とされ、校舎の折り方は避けられることがある。式紙を折るとわずかに空間が空き油を吸い込みやすくなり、また式紙を折ることは染みた油が直接皿などにつくと式紙が透けて見た目が悪くなるのも防いでいる。日本語、天ぷらの語源については諸説ある。また、漢字の天ぷらの由来についても諸説ある。江戸時代の屋台では、 現在の大阪の串カツのように串に刺した天ぷらを共用のつゆにつけ大根おろしと共に食べていた。当時の江戸のつゆは現在の天つゆに比べてかなり甘辛く濃いものあったようでそれを丼飯に乗せた早飯として天丼が誕生したとされる。現在でも東日本では家庭料理としては醤油をつけて食べることもあり、また 濡れ天ぷらと称して客に出される以前から辛いタレを含ませ、その味で食べさせる例もある。一方、近畿地方ではだし汁、天つゆで食べる文化が発達し、現在の日本では天ぷらを単品として食べる場合は、薄味の天つゆと共に共するのが一般的とされる。これは、近代以降、特に関東大震災を契機として、東西の食文化の交流が起こった結果であり、 現在は、東京の天ぷら専門店でも上がった天ぷらは、天皿、天つゆはどんすい、どんすいに入れて供される。天つゆは、だしとみりんと醤油と砂糖が基本となる漬け汁で、大根おろし、紅葉おろし、おろし生姜、柚子、山椒等が薬味として用いられる。食材によっては塩や、柑橘類の絞り汁で食べることもある。塩は、荒塩や、岩塩などのほか抹茶、 抹茶塩、茶塩、カレー粉、カレー塩、柚ず皮、柚子塩、山椒、トリュフを混ぜたものも使用される。西日本、特に和歌山県や沖縄県などでは、ウスターソースをかけて食べることも一般的である。天ぷらを白飯にのせ、タレ、または塩味をつけた、天丼や天寿、かけそば、うどんに乗せた、天ぷらそば、天ぷらうどん。 天ぷらと蕎麦を別々にした天盛り、天猿、天聖路一般的な料理であり、多くの蕎麦屋では丼類、麺類それぞれの最高級メニューとして花形を飾っている。天ぷらを卵で閉じた天と地もある。関東地方では天ぷら蕎麦から蕎麦を抜いた天抜きを提供する店も多い。他には天ぷら、かき揚げを茶漬けにした天茶屋、 名古屋などには天ぷらおむすびでくるんだ天むすもある。小野道市や岡山県、岐阜県、青森県、北海道などでは、ラーメンの具、天ぷらラーメン、天中華としても提供される。大衆食堂や、弁当のメニューとしても多く見られ、ご飯と共に食べる日本においては、一般的な食べ物である。寿司屋に似たカウンター形式となっていて、天ぷら酒の入った、ショーケースなどが備える。 職人は客の目の前で調理をし、食感が良い揚げたての天ぷらを客へ提供する。お座敷天ぷらとは、職人が座敷で客の目前で天ぷらを揚げる様式の料理である。一般にコースが定められているが、客の注文により好みの食材を揚げる場合もある。お座敷天ぷらにおいて、衣に卵黄を多く使ったものを、金ぷら、卵白を使ったものを、 金プラと呼ぶ。金プラには異説もあり、衣に蕎麦粉を使ったものを金プラと称していたとする説、揚げ油に椿油あるいは蚊帳油を使ったものを金プラと称していたとする説もある。さらに、蕎麦粉では風味はあれど、衣が黒くなり、高級感を欠くことから、黄色味を帯びた、脱炭蕎麦粉を使用したとも言われている。金プラは、文政年間に、両国橋、 深川邸文吉が創始したと言われ、屋台料理であった天ぷらを座敷で食べさせろという注文に応じた、好料理であったが、これを真似て考案された、銀ぷらは評判が悪く、天ぷら道の邪道王と呼ばれすぐ姿を消した。一方、金ぷらは評判料理として、現在も天ぷら専門店の品書きに名を残しており、卵黄、つばこ、つばき油と複数の条件を満たした。 調理例も見受けられる。徳川家康の死因は、胃がんとされるが、茶屋、四郎二郎が進めた鯛の天ぷらを食べ、その後に体調を崩し死んだという俗説も知られている。後者は、医学的に不自然である上、徳川三木には、鯛を油で揚げニラをかけた料理を食べて、体調を崩したとの記録があるだけで、天ぷらという語は使われていない。いずれにせよ、当時は、 ごま油自体が高価であり、天ぷらは珍しい料理であった。それゆえに健康に気を使い、美食を嫌い節制を心がけた、家康もいつになく過食してしまったものと思われる。また、油物料理は下船の食べ物で、上級武士には食べ慣れないものであり、体調を崩すまでは不思議はないと見られている。なお、江戸時代に、江戸城内において、 天ぷらを揚げることが禁止されたの蒸気の事件に基づくとの見方もあるが、実際は天ぷらによる火災の予防が理由とされている。このように将軍家と遠藤勝った天ぷらであったが、時代を経て15代将軍、徳川義信も天ぷらを受け入れて陳調するようになり、直径5寸のかき揚げを専用の皿に乗せて、ひいきにする城下の天ぷら屋より運ばせたという逸話が残っている。 地方によっては、本校とは異なる食品のことを、天ぷらと呼ぶ場合もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。